ハロー、高木です。なんか、温泉とか行くときに、地方行ったときとか、その田舎のおじいちゃん家帰るときの地方にしかない、なんか怪しい食べ放題の店ってない？みんなの中で。なんかない？そっち系の店にちょっと今回行きたいなと思って。すすめバイキングっていう店があんねんけど、そうやったらそこって、寿司も焼肉もラーメンもデザートも食べ放題みたいなとこなんよね。で、京都の八幡っていうとこにしかなくて、なんかほぼチェーンではないんよ。何店舗あんのかな、これ。おお、山口県にある。なんで京都と山口？なんかね、それで外観とかどんな場所なんかなと思って調べてたらさ、個人的にやで、感想がスタミナ太郎にめちゃくちゃそっくりと思って。ということで、スタミナ太郎そっくりのおすすめバイキングという、カニとかも食べ放題とか言ってる。カニも寿司も食べ放題のお店、しかも時間無制限でこんなことがあっていいのっていうお店で行ったら果たして満足するのかどうかやっていきたいと思います。いや、普通にこれだけ聞いたらさ、満足するはずやんか。なんかスタミナ太郎って満足、いや、ちょっとあんまこういうこと言ったらあかんな。いや、ちょっと今の聞かんかったことにして。なので、ちょっととりあえずそちらの、とんでもない店の、地方にあるとんでもない店を見つけたので、早速食べ放題食べていきましょう。さあ、着きました。ここがすすめバイキング。わかる？俺がさっき言ってたことわかる？この田舎のなんかこう通った時にある広大な、まあ、言ったら土地がそもそも広い。すごくない？千と千尋とかに出てきそう。千尋とお父さんお母さんがさ、奥の方行った時に出てくるやん。こんな、あのバブルの時に作ったんだあれあれっぽいやってるやんな。ほら見て、すすめバイキング、焼肉サラダ、カニが寿司食べ放題、シンス1991って書いてる。え、俺と同い年やん。1991年できたってことやんな。お、なんか親近感湧いてきたぞ急に。ワンコ冷麺、なんかセンスよ。ほんまにワンコを入れてモテるやん。そういう意味のワンコじゃないやろ。え、安すぎん？1709円で食べれんの？ランチは時間も制限で、夜でも2500円ぐらい。はい、お店の中に入りました。なんかね、さっき前払い制で本当に閉店時間までおっていいみたいな感じみたいです。すごくない？時間無制限で好きなだけ言ってくださいって言って、でお寿司だけ注文制、手書きで書いて店員さんに渡すみたいな。でそんなとこも含めてさ、めっちゃやっぱスタミナプロ見てない？店内の雰囲気こんな感じです。誰もおらへん、ほんまに千と千尋の神隠しの世界観や。カレーうどん、本格博多ラーメン、デザート、え、マジでスタローやん。え、スタミナ太郎の系列とかなのかな。すごい、餃子とか鶏肉、上ロースとかも、え、すごいすごいすごい。テーブルで焼く石焼きビビンバやって、自分でこの石焼きビビンバの元を取ってテーブルで焼くって。さあ、とりあえず炒め取ってきました。お肉、ハラミ、カルビとかチャーハンと揚げ物を自分で作るビビンバ。いい感じで焼き上がってる。それでは、あ、いただきます。ポテトってうまいよな。そうさ、なんかこう最近こう飲食店とか動画で行くことちょいちょいあるやんか。そこで思ったんが、いや俺はね、絶対的にみんなには嘘つきたくないよ。まずそもそもやっぱ俺が言ったことがそのままさ、ステマとかするのもすごい嫌なんよな。だから本当に俺の思ったことを言いたいねんけど、でもその俺の言ったことによってお店に対しても配慮じゃないけどさ、なんか発言一つでさ、すごいちょっと大げさかもしれんけど、命運に関わる可能性もあるやんか。今後のこの飲食店のさ、経営に関わる可能性あるやんか。だから本当になんかそういうのいろいろ取り上げてきて、最近はほんまより丁寧にじゃないけど、よりちゃんと自分も勉強した上で知識もつけて説得力あることをもっとみんなに伝えれるが一番なんかいいんかなっていうふうに思った。ここのすすめバイキング、撮影許可取るときにめっちゃいい感じあって、何彼がいつでも日の当たるとこがよろしいですかとか言われてさ、めちゃくちゃ丁寧やと思って。やっぱそういうの一つでさ、多分こういう店長がやってたら、その商品自体もすごいきちんと綺麗に清潔にされてんのかなっていうふうに思っちゃうもんね。とか言うと、俺はみんな嘘つけへんの。とりあえず今のところポテトと唐揚げとチャーハン、うまい。でもこれは逆を言えば、唐揚げ、ポテト、チャーハンをまずくすることは難しい。てかさ、みんなさ、最近さ、俺のさ、1ヶ月密着動画見てくれた？見てない人は見て。俺の 1ヶ月のどんな風にしてタイムスケジュール組んでるかっていうのがわかるから。いやでもな、忙しさをね、言い訳にしたらあかんなと思った。てか、忙しさアピールって一番ダサいやん。だから俺、なんかね、
こんなに忙しいんやってコメントだってんけどさ、おお行きました、とりあえずビビンバが完成した。忙しいのを言い訳にしてなんかこう動画の質も下げたくないですか。毎日動画投稿したらさ、やっぱりさクオリティ下がっちゃうやんか、どうしてもさ。俺それだけは絶対に言われたくないから、え、毎日動画投稿でこのクオリティって思われるところを目指したいね。そうだからもう忙しいとか言い訳にしたくない。毎日面白いものをみんな届けたい、それだけよほんまに。そう確かにな、なんかいろんな YouTube が心折れる気持ちもわかるもんな。やっぱ今ってすごいすぐ炎上しやすいやんか。本当に常にイメージで言ったら常になんかこうライターに火つけて何かに着火せえへんかうろうろしてるみたいな、そんな感じで。今 YouTuber の周りにはもうたくさんの神とか木がいっぱいあるから、ちょっとふわって横にそれただけでブワーって燃え上がるみたいなさ。難しいよ誹謗中傷問題とかも最近、まあ、別の動画でも話したけどさ、まあ、一つ言えるのはなんかもっと優しい世界になれば俺は嬉しい。優しい世界になろうぜ。ちょっと石焼きビンバいただくね。うまっ。これ自分の調合って言ったら、俺がごま油ひいて白飯入れてナムルとか入れてたんよ。自分好みにできるからいいな、すごい。でこれで焼いたさっきの肉なんか入れちゃったらもう、これめっちゃうまいわ。で向こうのワッフルとかもなんか作れたし、すごいな、テーマパークみたいよ。ちょっと待って、気になりすぎてスタミナ太郎と何か関係はあるか調べたい。あ、なるほどね、一緒や。フランチャイズ契約を解消して代表取締役も変わって、スタミナ太郎からスメバイキングって名前変わっていた。そういうことか。なるほどね。いや似すぎと思ってて、まあだからほんまに値段安いし時間無制限やし、こんだけいろんなもん食えるから、これの値段に対してそれは高級焼肉店のクオリティ求めちゃいかんやろっていう感じよ。まあもちろん肉とかはね、あーって感じはするけど、揚げ物とかカレーもあったけど、チャーハンとかビビンバとかは普通にうまいよ。さあさあ、ふと思った瞬間があってさ、なんか最近ちょいちょい昔竹焼き見てたなとか、多分俺もある程度やらさせてもらってるからさ、どの瞬間に見てたとかってあるから、まあ昔見てたなとか、一時期ハマってたな、学生時代にかっこよくて見てたとか、まあいろいろその最近意見言われるなと思ってて、本当に俺がシンプルに思ったことやねんけど、ツイートしてんけどさ、まあとかそう言われるけど、最近言われることがあんねんけど、今の竹焼きショーが一番面白くてかっこいいから見て。だからそういう時にね言われるのがさ、例えばさ、なんでそんな自信満々なのみたいな、めっちゃ自信満々なのみたいな、この仕事やってて自信満々以外の何がある。じゃあ俺例えばさ、これ食べた時にさ、多分うまいです。よりうまか、うわ冷えてるぐらいの、正直な方が良くないと思うんだよ。だから俺これごめん、なんかちょっと批判みたいになったら嫌やねんけどさ、シンプルに思ったこと言っていい？なんかさ、魔法の絨毯みたいな曲あったよ。なんか魔法の絨毯みたいな曲で、確かね、お金もないし力もないし地位も名誉もないけどみたいな。いや俺思ったの、いやちゃんとお金稼いで力つけろよって努力でどうにかしろって思っちゃうのよ、あれ聞いたら。いやなんかそれって俺男の独りよがりな気してて、女の子って絶対それ望んでないと思う。いや支えてあげるよって子もおるかもしれんけど、いやでもそこはちゃんとリードしていくのが男だと思うよね、俺的にね、俺の考え方的に。だからちゃんとお金も地位も名誉もある程度揃えた状態で女の子に告白する方がいいと思う。なんもないけど君のことが大好きだ、これはね男の独りよがり、これはね男の自己満やと思う。だから何の努力もしてないのになんか求めんなよって思う、女の子に対して。もうこれはあくまで竹の持論です。いや世の中のね人の考え方なんてもう何十通り何百通りあると思うから、あくまでこれ俺の持論やから。そんなんなくても本当に地位も名誉もなくても大好きだよっていう女の子も絶対おると思うしね。おいおいおい、本格豚骨ラーメンあるで、これ絶対入れよう。はい、ラーメンとカルビときました。チャーシュー代わりに入れようかな、豚肉じゃないけど。ちょっとラーメンいただきますね。クオリティ高いねんな、普通に。あ、うまいうまい。いやこれ上の下絶対うまいやろ、上乗っけると。
ちゃくちゃな料理やけど、ね、でもこういうのが意外とうまいからな、男飯っぽくて。あ、合う合う。うん、肉のうまみがスープといい感じに合う。最近さ、ジム通ってるみたいな話したやんか。まあちょいちょいこう鍛えてんねんけど、週に2回は行くようにしてんねんけどさ、めちゃめちゃ食べれるようになった。もっと普段のプライベート抑えててんけど、あかんねんけど食べるようになっちゃって、だからちょっとね、竹焼き太ったなと思ったら、ちょっと竹田にもお前食べ過ぎだろみたいな、ちょっとあのお叱りのコメントお願いします。でもさ、びっくりしたのがさ、ファンとかでもさ、ダイエット頑張りたいんで、おい痩せろデブって、なんか強めの言葉で言ってくださいって言われるんやんか。でもなんかで見てんけど、痩せろとかおいデブとかって言われたら余計に太るらしいねんって。あるらしいよ、医療学的根拠みたいな。だから下手になんか言いにくいと思って。まあ、でも言われる人で違うんかな、それを励みにするとか。でも言われすぎたら逆に痩せへんねんって。その話で言ったら俺あれやん、みんなに食べんなよって言ってって言ってるのに、お前それ言われすぎたら俺めちゃくちゃ食べるやつになるんだ、もっと。うん、デザート行こうかな。はい、取ってきました。手作りフェナンチェみたいな、自社で手作り焼きしてんねって、可愛くない。あとわらび餅だろ、で自家製プリンみたいな。いただきます。あ、うまい。うん、うまっ。うわ、懐かしいプリンの味がするぜ。なんかおかんが作ってくれたやつみたいな。ごちそうさまでした。はい、ということで、すすめバイキング完食です。そうですね、感想としては、いや、ほんまにこの値段で文句を言うなっていう感じかな、ほんまに。この2000円切ってる時間の制限やろ。で、夜やったらあれやで、5時に入ったら閉店の10時までおれんねんだよ。まあ、だからそれはもちろんどっかでクオリティ下げなあかんやろっていう、ギリギリの状態保ってると思うよ。だから俺は、なんやろね、シンプルにすげえなと思った、普通に。スタミナ太郎から店名が変わったっていうから、もうスタミナ太郎からな、脱皮したぐらいで、より強くなってるなみたいな。デザートも充実してるし、サラダとかもね、俺今回取ってないけどあるし、美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけでね、まあ別の動画を見てもらったら、まあ分かると思うんですけども、まあ、この動画ね、繋がっていまして、今日のスケジュールが朝ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで撮影して、そのまま大阪から東京まで日本一安いレンタカー、500円のレンタカーを借りて東京まで行く道中に、たまたまこの京都のスメバイキングを見つけて、そうですね、ここ東京、ここ大阪としてら、ここ住んで、お、いいのあるじゃん、ここ撮影して、今ここです。この後このまま東京まで行きます。あかんあかん、忙しいアピールみたいになってる。あかんあかんあかん、俺が絶対にあかんって言ってたことやってもらってる。はい、それではこの動画がいいと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。